皆さんこんばんは、もふおです。今回はね、絵本会ですよ。<laughs> あんまり絵本会、正直あんまり需要はないんだけれども、一,時一部の人がね、喜んでくれるから、今回も動画を作ってみています。で今ね、ちょうど映ってるんだけど、毎回毎度おなじみ、絵本広場さんの絵本をね、拝借して、読み聞かせしようかなと思ってますね。うん。 まあ皆さん、この動画を作っているのは夏なんですけれども、外暑いよな。<laughs> 大丈夫今日も一日疲れたか。まあお疲れ様ね。うーん、よう頑張っとると思いますよ。皆さんね、暑い中ねうん、頑張ってないあなたもお疲れ様です。何かしら頑張ってると思いますんでね。うん、うん、で、まあとりあえずじゃあ、まあみんながみんな寝る前かわからないけど、とりあえずまあ歯磨きと明日の準備はちゃんとしてね。 ちゃ <laughs> んとしてねっていうのもなんかあれだけどね <laughs>。ちゃんとやると安心して寝れるよね <laughs> うん、うん。さてと、えー、っとじゃあ絵本選んでいこうか、うん。何見ようかな。まあ大体みんなね、うん、5歳以下の、ね、人なんていないと思うから6歳以上で見てみる。うーん、どれがいいかな。これこの前読んだね。ママどこにいるの。 なんか新しいやつで見てるか。見てみるか。人気順もいいけれど、うん。うさぎだ。かわいいね。これね。3冊ぐらい読もうかな。それで結構いい時間になるね。2冊か3冊読むか。いいんだよ。<laughs> なんかいいね。これ。<laughs> それでいいんだよ。みたいなね。うん、これいくかいいんだよ。じゃあ読むね。 いいんだよ。<laughs> 怖がらなくていいんだよ生まれていて生きていていいんだよその先にはきっと幸せが待っている夢はそこに立ち止まっても歩き続けても振り返ることがあっても時が経てば手に入るから頑張らなくていいんだよ 今のままのあなたにしかない価値があるから。夢がなくったっていいんだよ。それだけ可能性をたくさん持っているから。うつむいたっていいじゃない。キラキラの石ころが落ちているかもしれないもの。悲しまなくていいよ。あなたのその命が、その心が。 あの人が生きていた証。なくしたっていいんだよ。その分何かを得るっていうことだから。うまく笑えなくていいんだよ。無理して笑わなくていいんだよ。あなたが生きているだけで救われている命が心があるから。寂しがらなくていいんだよ。 いつだって誰かが見守っているからいつもずっとそばにいるから前を向かなくてもいいんだよどんなことがあってもどんなことになっても必ず明日は来るんだから必ず未来が来るんだからおしまいあ短かったなこれねまあでも自分の中にいろんなねえ 人だったら一概にただのいい人とかじゃなくていろんな面があるやんか <laughs>。どんな側面があったってそれは全部自分なんだからそれでいいんだよっていうことなのかなという感じもしたけどみんなはどう感じたでしょうか。どうしようか。あまりにも短かった。まあでも逆に長いのにも当たるかもしれないから3冊読めばちょうどいいぐらいか。おにぎりばっか <laughs>。 名前が面白いなうーんどれ読もうかなお散歩に <laughs> 見た目かわいいけどすぐ終わりそうだなあこれいいね海のちょうどうさぎよく出てくるから動画にね海の底のうさぎのお話読みますねうさぎも夢を見るんですそこは深い 海の底。不思議な月の真珠貝を見つけましたキラキラ光って流れる星の群れもしかして海と宇宙は同じなのかなうさぎはそう思いながら夢の中で深い眠りに落ちるのでしたあとクーラーの音うるさくてごめんね <laughs> いたしかたないのだけど 少し深く眠ると、うさぎはまた夢を見ました。またまた深い海の底。また月の真珠貝がそばにいました。今度は少し紫色のような気がします。桜がきれいだよ。誰かに言われて見上げた先に桜が待っておりました。泣きたくなるような桜吹雪でした。 ウサギはまた眠りまた夢を見ましたやっぱり深い海の底、また月の真珠貝がそばにいます桜吹雪はどこに行ったのウサギの問いに応じるように不思議な木が現れました桜の木ではないのに葉っぱはピンク色に光ってとてもきれいですだけどどこか寂しそう ちょっと待ってね、これ。<laughs> 途中で <laughs>、途中で申し訳ないんだけど、なんか絵本っぽくないね。これ文字、文字なんか貼り付けたいで。ちょっとこれやめるか。ごめんなさいね。これ作った人が悪いとか、そんなことはないんだけど。なんか思ってた絵本じゃなかった。<laughs> これ、<laughs> やっぱ人気どころから攻めるか、うん。動かない、開かない、音が出ない。これにするか。 えーっとじゃあいくね。町のおもちゃ屋さんはみんなに大人気押おし合いへし合いおしくらまんじゅう。おもちゃたちはみんなに触ってもらえてうれしそう。あれれひとりぼっちでポツンとしているお人形はどうしたのかなある日の夜のことです。お店の片隅でじっと夜空を眺めるおもちゃがいます。 あのポツンとしていたまんまるお顔ののろまそうなあのお人形です。おや、ハリーどうしたんだい周りのおもちゃが聞きました。また今日も誰にも触ってもらえなかったんだ。君たちはなぜそんなに人気なのするとおもちゃたちは次々と 自慢の特技を披露しました。僕はゼンマイで動くんだ。俺の光線銃は音が出るんだぜ。私なんか体がピカピカ光るのよ。ハリーは驚きました。みんなすごいや。びっくりしたよ。するとあるおもちゃが聞きました。君は 何ができるんだいハリーにはゼンマイも光もついていません。僕は何もできないんだ。おもちゃたちは笑いました。そっか君には取り柄がないんだね。それを聞いてハリーはますますしょんぼりしました。今日もおもちゃ屋さんに。 子供たちがやってきましたおもちゃたちは早速、自慢の特技を披露しますウィーンピカピカバキューンこれにはみんな大喜びすごいやすごいやもっと見せて日が経つにつれハリーの周りのおもちゃたちは一人、また一人と大事そうに抱えられて 引っ越ししていきましたハリーは夜空を眺めて寂しさをこらえましたそれからしばらく経ったある日のことです外はすっかり暗くなったのに男の子が一人残っていましたおもちゃたちはいつものように特技を披露しますが動いても光っても音が鳴っても その男の子はただ見ているだけです。そのうち、おもちゃたちはつまらなくなって離れていきました。男の子がずっとお店にいるので、ハリーは心配になりました。どうしたのもう外は暗いよ。すると、男の子は言いました。僕、おうちに帰りたくないんだ。ハリーは少し考えて、 外を見ながら言いました。でも、今日は特別に暗い日なんだよ。遅くなると危ないよ。男の子は首をかしげて言いました。どうして今日は暗いの今日はね、お月様がいなくなるんだ。本当男の子はびっくりしました。本当だよ。 お月様は毎日少しずつちっちゃくなって亡くなっちゃうんだ。男の子は目を丸くしました。お月様が亡くなるなんて怖いね。ハリーはにっこり笑いました。大丈夫だよ。また新しいお月様が生まれるから。それにね。と言って窓の外を見上げました。 お月様がいない夜はいろんな星たちが顔を出すんだそこには満天の星空が広がっていましたわーきれい男の子はしばらくじっと眺めていました僕、お母さんと喧嘩したんだ男の子はぼそっと言いましたハリーは優しくきっとお母さん心配しているよ と言いました。男の子もにっこりして「うん僕帰るよ」と言いました。ちょうどその時お母さんがお迎えにやってきました。また今度一緒に星を見ようね。男の子はそう言ってお母さんと手をつないで帰っていきました。その晩 ハリーは男の子とお話ができたのがよほど嬉しかったのか思い出してはほっこり違うにっこりしました窓の外ではいつもと違って星たちが特別に輝いていました次の日のことです相変わらずポツンとしているハリーのところへあの男の子が走ってやってきましたその後ろにはお母さんがいます お母さん、僕、これがいい。そう言って、男の子はハリーを抱きかかえました。あら、こんなお人形でいいな。お母さんが聞くと、男の子は大事そうに抱えて、うん、この子が一番いいんだ、と言いました。こうして、ハリーは男の子と暮らすことになりました。ハリーは嬉しくて嬉しくて、 胸がいっぱいでした。それからというもの、どこへ行くにも男の子と一緒でした。ご飯を食べる時も、遊びに行く時も、たまに学校にもついて行きました。そして夜になると、一緒に夜空の星を眺めました。毎日大好きな男の子と一緒に大好きな星を見て、 ハリーはとてもとても幸せでした。それから何年も経ちました。男の子はずいぶん大きくなりました。学校の帰りが遅くなり、帰ってからも何やら忙しそう。そしてある日突然、男の子は帰ってこなくなりました。 ハリーは男の子の部屋でポツンと一人きりでした。少し寂しくなったので窓の外を眺めました。ハリーは男の子のことを考えました。初めて会ったこと、初めて出会ったことか、一緒に遊んだこと、一緒に星を眺めたこと、そしていつの間にか一緒に遊ばなくなったこと。ああ。 僕はもう役目が終わったんだな。なんとなくハリーはそう思いました。そして成長した男の子の姿を思い出して微笑みました。だんだんとハリーは深い眠りの中に入っていくのでした。ハリー起きて。ハリー起きて。目を開けてごらん。 深い眠りについたハリーはゆっくりと目を開けました。目の前にハリーと同じ格好をした大人がいます。君は誰、誰ハリーはその顔を見てとてもびっくりしました。それはなんとも立派に成長したあの男の子だったのです。ハリー、見てごらん。大人になった男の子は向こうを指さしました。 ハリーが振り向くとそこには一面に輝く星の海と手に届くほど大きな地球が広がっていましたハリーと男の子はいつかのようにしばらくじっと眺めていました男の子はこの景色を一緒に見たかったんだと微笑んで言いました僕 宇宙飛行士になったんだ。どう驚いたちょっと噛んじゃったまた <laughs>。それを聞いたハリーは顔をくしゃくしゃにして言いました。うんとっても驚いたよ。ハリーは今度こそとてもとても幸せでした。おしまい絵がすごく綺麗だねこの絵本ね。 まあなんか結構なんか物語としても起伏があって面白かったねうん。なんか暗くなったり明るくなったりみたいなね。じゃあ最後、なんかちょっと短めのやついくか。わからないんだけどね。でも短 <laughs> めのやついくかとか言ったけど <laughs> 読んでみないとわからないんだけれども。これいくか。おうち映画館、かわいいしね。 じゃあ行くね。今日は朝から雨が降っています。双子猫の2個とるかは雨が苦手なので困ってしまいました。今日はお外で遊ぶのやめようか。そうだね。うんお家で何して遊ぼうかな映画を見るのはどういいかも。そうしよう。せっかくだから映画館みたいにして映画を見ようよ。 思いついたニコトルカはお気に入りのソファーを並べましたなんだか不思議と映画館らしくなってきた気がしますポンポンポンやっぱりポップコーンがなくちゃねおっとっと映画にはジュースも大事だよね二人並んでソファーに座ればおうち映画館の完成ですいい感じだねうんいい感じ ニコとルカは映画館に来たみたいでワクワクしましたこれから見る映画は「おばけのクマ」という少し怖い映画です2人と違っておばけのクマは雨と雷が大好きなんですザー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 、ドキ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 ーわー,わー <laughs> あーびっくりしたやっぱりお化けのクマって怖いねあれそういえばポップコーンもなくなってるほんとだジュースもないよニコとルカはなぜか後ろに誰かがいるような気がしましたん不思議だななんだろうな ガラガラガラドーン、ドーンキャ <laughs> ーすごく大きな雷だったねねポップコーンとジュースを食べたのってもしかしてお化けのクマガサこそガサこそガサこそ今度はソファーの後ろの方で音がしますひえー、怖いよー かはおそるおそる後ろを覗いてみることにしましたするとそこにいたのはえっタルトちゃんどうしてここに二人のおうちに遊びに来たらちょうど雷が鳴かなってびっくりして勝手にお家に入ってきちゃったごめんねなんだよかったはいこれ飲んで落ち着いて。 なあおいしいねっ3人で映画の続き見よっかうわーいそうしようそうしよう気を取り直して3人でおうち映画館をすることにしましたふと思い出したニコはタルトちゃんに聞きましたポップコーン食べたのってタルトちゃんだよねううん私食べてないよえ じゃあ、ポップコーン食べたのって、やっぱり、お化けの熊マ <laughs> キャー三人はびっくり仰天。お化けの熊は、雨と雷以外に、ポップコーンとジュースも大好きなんです。おうち映画館を一番楽しんでいたのは、お化けの熊。 だったのかもしれませフフフフフおおこれかわいいねおばけのクマのイラストもかわいいのでよかったら音声だけ聞いてる人もえおばけのクマどんなのって見てみてねはいじゃあこれぐらいでおしまいにしようかはいよかったねこういう面白い絵本がたくさん無料で読めるので絵本広場さんおすすめでございます <laughs> 概要欄にも一応リンク貼っとくので興味がある人は見てみてね。まあ全部日本語だけどね。はい。いかがだったでしょうか。もう寝てるまあこれ聞いてるってことはね、起きてるってことでしょ <laughs> まあこんな動画最後まで見てくれてありがとうね。うん。毎度のことながらなんだろう。こうやってさ、別に声優さんでもないやつがさ、ははは。 お芝居してんのとかをなんか聞いてくれてるのとても感謝してます本当にねそれどころかなんかコメントとかもくれたりとかねうん本当にいつもありがとうそして疲れてたり嫌なことがある人今これ聞いてる人ねその人たちがちょっとでも良くなりますようにいいことが起こりますようにうん辛いことがあったら絶対いいこともあるからねくじけないようにいつも気を楽にして ちゃんと逃げ道も作っときやどんなことにもね。<laughs> いつでも逃げれるようにね。うん。まあ、みんなの生活とかね、が良くなることをほんと心から願ってる。じゃあ最後まで聞いてくれてありがとう。いい夢見るんやで。<laughs> おやすみな。はい。ぎゅー。よしよし。ええ子やな。これからもよろしくね。 じゃあね、いいゲーム見てね。おやすみー。